ハローテニスファン、小野田道久です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。しますということで、今日からですね、東レ PPO テニス PR 盛り上げ隊としての第2弾のシリーズに入っていきます、はい、ということで、早速ゲストお呼びいたしましょう、はい、朝越忍プロです。どうぞ。よろしくお願いします。よろしくお願いします。我々ほぼ同世代ですね。そうですね、ここは同級生です。全くの同い年ですね。唯一って言っていい、ね、まあそうですね。高校3年生の時にインターハイ、富山でのインターハイで同じ表彰式に立って、ちょっとここで言うのもなんか悪いんだけど、私いつも高尾って呼んじゃってるんですけどまあそのままでいいよ。いやいや、そう、今日はそんなわけにはいかないわそんな高尾さんはですねジュニア時代からトップずっと走ってるので、もう本当に雲の上の存在 でそのインターハイの時に、あ、優勝おめでとうとかって言われて、私のこと知ってくれてるそういうレベル、そういうレベル、そういうレベルだったってことね。だったっていうことです。そこからの、まあ、付き合いというか、遠征でもね、いろんなところで一緒になったし、いろいろ。小野田さんと朝越さんもあのユニバーシアードの、僕年は一つ下なんですけど、はいはい、まあ代表で高校も大学も、まあ、ユニバーシアードでメダル取られてるんですけど、その頃から大学のイメージというよりかはもうその頃代表にも行ってたんで、ちょっとレベチだ今風で言うとねレベチですということで、はい、まあ、佐藤さん、ちょっと戦績を振り返るとですね、全米ベスト8、うわ、シングルス、全豪のダブルス、ベスト4、はい、浅越さん、その全米のベスト8の話とか、はい、シングルスの21位っていうのを結構戦績のところで、はい、当然、はい、先頭に出てきますけれども、うん、ダブルスのツアー優勝が8回ございまして、すごい、それそしてモントリオール優勝されて、そうそうそう、今でいう1000とか、そうですね、そうです、今の1000のグル、あと、まあ、浅越さんも現役時代東レでベスト4に、そうなんですよ、当時7位のデメンティアを、デメンティエは僕もそのニュースめちゃめちゃ覚えてますよ。いや、もうこの大会はね、すっごい素敵な大会で、もう唯一女子の国際大会ですっごいお客さんたくさん入るんですよ、うん、室内だからすごい集中できる、うん、もう本当に大好きな大会で、もうだからその前日本人の選手って言ったら伊達公子さんが優勝したりしてたんで、もうすごい憧れの大会だったので、すっごい大好きな大会でしたね、はい、そしてなんと今年の、はい、東レ PPO テニス決勝後の最終日のエキシビジョンで、なんとあのヒンギスとダブルスで試合をすることが決まっているという情報を、とんでもないこと引き受けたなと思ってます。じゃあ今はもちろん練習バリバリやってるっていうことですね。とりあえずね、2回治療行ったの治療、うん、とりあえずね、いろいろこうバランス整えながらやっていきたいなと思って、はい、10月1日なのでぜひ、はい、ということで、シリーズでちょっと東レ PPO テニスの盛り上げをやりつつ、はい、朝越さんのフォアハンド、バックハンド、ボレー、リターンなんか、うん、あと試合も含めて、はい、ちょっとたくさんお届けできればと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。9月は東レ PPO テニス、国内最大国際女子テニストーナメントのチケット販売中、有明コロシアムに来てね。ちょっと打つ前に、はい、グリップだけちょっと見せてもらっていいですか。グリップですか、はい、はい、こんな感じです。薄い今の時代からすると、まあ今の時代はね、これはジュニアの頃から変わらない、ずっと例えば中学生高校生とか。あ、私はね、軟式を小学校4年生からやってたんで、もっと厚かったね。そうだね、まあこれぐらいだったかもしれない、でも今で言うと、今でこれだったら普通だもんね。そうだね、全然ジュニアとかね、でも我々の時代、これ今のこのグリップが、うん、まあ、普通っちゃ普通でしたよ、ね、普通だよね、うん、ここのね、俺ももしかしたらそういう感じかもしれない、うん、メジの逆に厚いぐらいだと思う、ね、僕ね、これぐらいなんですけど、今で言えばそんな厚くないけど、俺らの時で言えばちょっとこうなってた時代もある。薄い派ね、うん、そうだね、う、薄い派、うん、薄め、これでまあちょっとフラットスピンみたいな感じだから、うんうん、どっちかっていうとこう潰していくっていう、前で潰すっていう感じだから、うん、下から上に上げるっていう感じではないので、これでちょうどよかったかなと思います。ちょっと、はい、打っていただいて、はい、お願いします、はい、お願いします。コースはお任せします。
ましょう。ラスト2球いきましょう。こんな感じです。え、意外とうまく打てたね。昔からね、変わってないですね。あ、本当に？なんか変わりました？変えたとか、だってステージが変われば変わるじゃないですか。高校のレベルとその世界のツアーのレベルだったら変わるし、ね、でもあんまり変わんないかな。たまにヒンギスとか見るとちょっと上からなっちゃった時もあるけど、こうやってね、うん、だけど基本はもう変わんないかな。これは大きさ、やっぱ例えばビオテニスとかのサーフェスこう速いじゃないだったらちょっともっとコンパクトにするとか、うん、でもやっぱり速いコートではちょっとコンパクト、芝とかだったらコンパクトになるし、もう若干こうなる、こうちょっとふわっとなるけど、うん、もう芝だったらもうそのままパッと引いてしまう。まっすぐね、うん、そのまま引いて合わせるっていう感じになる時もあるけど、うんうん、クレーコートとかではどうしてたの？クレーはね、うん、またそれも苦手で、やっぱり弾んでくるから、うん、あのこのグリップを変えることはないんだけど、うんうん、やっぱりあの私結構ね、白帯よりちょっと上なのよ、軌道が、ボールの軸が、はい、低いですよね、うん、ちょっと低い、うん、そうなの、うん、それをやっぱちょっと上げる上げる、うん、なるほど、それぐらいしか変えることがない、そう、なるほど。あとはまあスライドステップとかでこうフットワークでなんとか、うん、あのカバーしながら、うん、だけどやっぱり苦手だけど、うん、ベスト16入ってた。おー、それすごい。フレンチオープンってことで恐れ入ります。恐れ入ります。そうそう、ごめんごめん。ちょっとあの、はい、フォアでも、はい、もう少しあれですか、やっぱ試合の時はフォアで結構主導権を握りたい、うん、そうだね、あの、うん、高校まではバックハンドの方が得意だったんだけど、うん、特にダウンザライン、ダウンザライン、うんうん、バックのダウンザラインが好きで、うん、そこばっかり打ってたけど、うん、やっぱりそれも限界があって、うん、やっぱりフォアの方でダウンザラインとショートクロスとか、うん、そういったところで組み立てて最後、うん、あのチャンスがあったら、まあ、前に詰めていくっていう感じのプレースタイルだったので、うん、やっぱり勝負するのはフォアハンドっていう感じです。ちょっとあの真ん中からちょっと打ってもらって、ね、インサイドアウト的な感じで打ってもらいましょうか、うん、ちょっとフォアのこの真ん中ぐらい、真ん中で大丈夫です。はい、すいません、あの好きなように打ってください。かなり直球に近いあるよね、うん、あでもあサイドスピンはちょっとこんな感じで、なんかあのやっぱりそのテイクバックとかも失礼な言い方ですけど、うん、まあ、我々昭和の時代やっぱりこうまっすぐ引いてまっすぐ出しなさいよっていうのが残ってるんだけど、当たりがやっぱ厚くなる分だけ出力がやっぱすごい出てるなって、そうです、ね、今はやっぱ引っ掛けるじゃないですか、みんな。あ、そうだね。で、私ね、あんまりパワーないのよ。あ、そうですか。うん、だからやっぱり相手の力を使ってっていうところが一番重要になってるから、はい、うん、だから自分からこう今みたいに入っていかないと、うん、あの待ったらもう飛ばせらんないよね。飛ばせらんないのよ、うん、じゃあやっぱりタイミングと速いテンポで攻撃していくっていう、あれだもんね、このやっぱステップをするっていうのが基本になってるよね、うん、そうです、あの左足を出すっていうのが、うん、このこう待つことはもちろん多分走らされた時とかはあるだろうけど、うん、基本自分からこう絶対ボール出しでもいってる、まあ、うん、スクエアでこう行きなさいよっていう指導は受けたんですか、それとも、ね、やっぱりその、まあ、行きなさいよっていうよりかは自分がこのバウンドしてどこで打つかっていうことに重点を置いてるんで、あんまり待つっていうことが自分の中でない、だからあの私できることが少ないの、あの試合の中でいろんな巧みなショットを使う人いるじゃん、スライスであったりドロップ上げたり、あれそういうことできないの、だからほとんどこう中に入って打つっていうことしかできないから迷いがない試合中、もう少々こうループされてももう行くっていうね、これ、まあ、伊達さんの方とはねまたちょっと違うけどね、そうそうそう、あれとはちょっと違うけど、うんうん、じゃあちょっと伊達さんの影響を受けてるんですか、そういうことでもなくて、でもね、まあ、あの私がプロに入った頃にはもう伊達さん引退されてたっていうのがあって、はい、最初の現役を、そう、そう、うん、でまあ、辞めた頃にまた入れ替わりで、そうそう、ちょうど入れ替わりなんで、うん、あのなかなかこう間近でプレーを見るっていうのは少なかったんだけども、はい、ただあの高校が一緒だったっていうことで、はい、何回か練習していただいたことがあって、うん、そういう意味ではあのやっぱりあのコンパクトなスイングだし、はい、でタイミングも早いしっていうので、うん、あの影響は受けてました。その時代のいろんな選手とかも、はい、みんなこうなってまあ、トップスピンはちょっと
少なかった。もちろんラケットもね、全然今とストリングも違うから、うん、まあ仕方がないと思うよ。そう、当時だってライジングっていう言葉がすごい流行ってって、うん、早いテンポで攻撃していくっていうのを男子でも結構言われてたから、はい、なんか僕らはもうちょっとスピンかけるんですけど、うん、女子はやっぱフラットじゃないですか。うん、まあまあ早いというか、なんか壁みたいなすごいイメージですね。なんかリスクがあるように見えるんだけど、うん、でもあのシノのこの、ね、グリップスイングからしたら普通だもんね。そうだね。あれから上げる方が逆に、ね、リスク高くなる。ちょっとあそこ流めちゃくちゃスピンかけてみてください。いや、それやってみようか。やった。いや、私多分できると思うよ。こういう感じ？全然かかってる。大丈夫ですよ。え、かかってんの？はい。うん、それでもあの前に踏み込むんで今日待たないといけないのか普通はこういう、そう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 、これいいね結構、うん、こういうテニスだったら私も多分25でやめてたと思うちょっとごめんなさい。でも違和感あるでしょ、こういうなんていうの、このタイミングとこのスイングっていうか、そうですね、私あと1個言わせて、うん、私ロングラリーが苦手なの。長い長いラリーがやっぱすぐ心拍数が上がって、やっぱりもうすぐガーってなっちゃうんで、できるだけ4球5球でなんとかこう終わらせるように、終わらせたいなっていう、それだけでも息が上がっちゃうから。じゃあもう自分からコースを変えていく方が多いわけですね。粘り強くなんかそこに打っていく。あ、もうダメ、それダメ、絶対ダメ。だからそれを考えた時にどうやったらポイントが取れるかって言ったら、やっぱり早いテンポでできるだけ早く攻撃していくっていう、そういうことを心がけてたんで。くるみの東レ PPO テニス紹介ということで、東レ PPO テニスアンバサダーの奈良くるみプロと一緒に大会の魅力についてご紹介していくコーナーでございますが、今日のテーマは WTA500 とはということで、今日は大会のグレードについてご説明していきたいなと思うんですが、そもそもプロツアーの仕組みとして、優勝したら世界ランキングがつくあのポイントが何ポイントもらえるのかというところで、大会のグレードというのは決まっておりまして、250、そして東レ PPO テニスがある WTA500 で、上に WTA1000、 上にグランドスラム2000ポイントもらえるという大会があるんですが、500というグレードからがもういわゆるトップ10のプレイヤーも数多く出てくる、まあ、非常にレベルの高くて数もそこまで多くないという大会になっていくんですね。はい、そうですね。グランドスラムを軸とした年間のスケジュールありますけれども、やはりこの500という大会そのものがそれほど多くはないですから、その中でトップ10の選手たちが特にそこでポイントを取りたいと思う選手たちが争う場所なんですよね。奈良プロもあのずっとグランドスラム何年も出続けていましたけれども、やっぱり500からやっぱレベルが1個上がるような感覚っていうのはありましたか？はい、まず500の本戦に入るっていうのはとても難しいことですし、なので予選から本当にレベルが高い大会なので、あの500の大会に出れるっていうのはすごくモチベーションになってました。そもそもあのグランドスラムはですね、128と、まあ、大きなドローで、最初から開催されますが、まあ、多くの WTA500、東レ PPO テニスなどはですね、32ドローだったり、東レ PPO テニスはあの上の4シードが1回戦免除になるので、事実上本戦には28人しかエントリーできないという形になると、はいはい、しかも、ね、予選勝者とワイルドカードもいますから、ダイレクトで本戦に入れる選手ももちろん少ないし、はい、例えばグランドスラムでシードがついていた選手がノーシードになるんで、はいはいはい、グランドスラムのシード同士が1回戦で当たるようなこともありえますからね。はいはい、ということで、まあ、優勝すると500ポイントもらえるという WTA500 ですけれども、まあ、1回戦2回戦勝つだけでもですね、そのいわゆる下部ツアーと言われる、男子でいうとこのチャレンジャーレベルというか、はい、まあ、女子でいうと、まあ、WTA125 と言われるようなグレードの、まあ、優勝するに近いようなポイントも得られるというところで、はい、まあ、やっぱり各選手、まあ、1回戦からもうランキングを上げるためだったり維持するために血まこになって、そうですね、戦っていく熱い戦いがまあ多く見られるのかなと。特にね、あの予選を勝ち上がった選手なんかね、はい、こう1回戦こういい状態で入れるから、1回戦でこうシードを倒して、だから5シードから8シードは1回戦あるわけだから、はいはい、そこでね、こういきなり予選上がりだとか、はいはい、あの勢いのある、ね、ワイルドカードの選手だとか当たるのはちょっと嫌だなっていうのはありますよね。まあ、やはり次のオーストラリアオープンに向けてこのランキングを、まあ、トップの選手だったらシード取りたい、はい、トップハンデッドとかちょっと外れてる選手からしたらこうトップハンデッドに入りたいっていう、うん、この9月っていうのはそういう期間でもあるので、
という戦いが見れると思います。確かに大きいもんね、うん、本当、まあ、いわゆるツアーレベルの大会って10月にはまあほぼ終わってしまう。10月中にはね、はい、WTA の終わりますね、はい、しまうので、まあ翌年のグランドスラムだったり翌年のツアーのことを考えると、やっぱこのアジアシリーズでいかにポイントを取るかっていうのが重要になってくるかと思います、はいはい、ということでこの WTA500 というのも東レ PPO テニスのキーワードですので、ぜひ皆さんここのところ覚えておいてくださいね。ボール出しでいい、なんかボール出しで、うん、ボール出しは、うん、どっちかというとその結構ネットから近いところに、うん、速いボールを何回もこうパン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 送るっていうのはやってましたけど、ネットの近くからってこと？あ、そうです、速いボール、はい、あ、その辺から、うん、まあ、この辺っていう感じで足元気味に、あ、でも こんな速くないです、すいません、あ、これぐらいで、うん、こういう感じで、あ、わ、これでもステップインするんだ、えぐすごいね。でこうなるとすっごいこう踏ん張らないと飛ばせないっていうのがあるんで、うん、はい、むちゃくちゃこう下に負荷をかける、うん、それでやっぱりショートバウンドで取るっていうことが結構多かったから、はい、あんまり下がらないんで、うん、なのでそれ1回でもミスショットすると、うん、もう命取りじゃない、うん、だから絶対にミスショットしないように、うん、むちゃくちゃこう下半身下に、うん、落ちてる負荷かけて、あの距離とあのタイミングをさ行くかねって思う行くかねっていうのは普通ね、普通こう待っといてちょっとこう合わせるっていう感覚になっちゃうけど、ね、でもそれが篠にとってはやっぱり必要なことなんだよね。だからグリップも薄くて当たりも厚いからそれがガシャらなくて可能だから、うん、低くして安定させてスイングするっていう、相当スタンス広がってたよ。スタンスも広げる練習もすごいして、すごいこれ逆に今、そうそう、ごめん、同期だけど、うん、今これできるのすごいすごいそんなことないよ。ちょっとある意味卓球感覚、ね、ちょっと頑張りますかお願いします。ここででしょ、だってこういうことでしょ。そう、いや、これなかなか間に合うの大変だわ。あ、そう、うん、こういうことか。そう、うまいとか言ってそう、うまいうまいうまい、まあ、一応プロでやってたんで、はい、でも、はい、ボールの軌道、ボールが来る軌道と、うん、こう目線をしっかり合わすようにして、うん、低い姿勢で、うん、合わすっていうことをよくやってました。これを打たれても、うん、要するに自分で打ちに行くっていうことだね。だ 今の、まあ、ジュニアとか特に見てると、うん、やっぱりこういう風になってしまうとかね、うん、はい、足が上がったり、うん、このタイミングでパパーンってやったりっていうのがあるんだけど、はい、うん、やっぱちょっとでも短くなるとこれってもう命取りで、はい、やっぱり主導権を握られてしまう、うん、だから絶対にミスショットをしてはいけないっていう感覚だったので。なるほど。でもやっぱりトップに行ったらみんなこの辺に打ってくるじゃない。甘いボール来ないもん。そうなの。だからどうしてもショートバウンドで打つ機会っていうのが多くなるんで、うん、まあね、下がって耐えるだけの体力があるんだったらできるけど、それが自分ではないからもうこれしかないってことだよね。そういうことです。はい、オーダープロいいですか。ちょっといや僕は、うん、ちょっとね、せっかくですから僕もまあそれなりにできると思いますけど結構来るぞ、うんうん、あれ結構低く来るね。ここはやっぱコートもね早いし、あ、もうこれいい練習かも ね。そうね、この、お、いいねさすがさすが。でももともと僕もちょっとこうちっちゃいテイクバックで打つタイプ。ただ僕俺らよりねちょっとグリップは厚いから、うんうん、やっぱりより難しいと思う、ミスヒート。僕もどちらかというと後ろから前っていうのが、うん、あとはこうやって回っちゃう癖もやっぱあるって、うん、今のボールだったらちょっと今玉足だからできるんですけど、はい、試合だったら上げてるかもしれないです、うんうん、時間を作っちゃうかもしれないです。パパンパパンっていうのはこのコートだからまあちょっとタイミングよく打てるんですけど、なかなかあれをこの今のボールでドリルとかやってたんで、こう、あのこっちはこっち右左右、うん、そう、相当早く展開されるから、そうそうそう、だから相当早く動かないと、で、うん、摩擦もかけないと次動けないっていうのもあるんで、むちゃくちゃだから下半身は負荷かけて、トレーニングみたい、今ちょっとやっただけで結構、ね、来るよ、そうそう、だからトレーニングとの一環みたいな感じで。で常に重心が低く、そうですね、頭が浮かないように、うん、はい、ボールが浮かないようにするということですね。東レパンパシフィックオープンテニス、
ということでフォアハンドのレッスンを行ってまいりましたが、高尾プロいかがでしたでしょうか。いや、それこそジュニア時代から、現役時代のは本当に結構ツアー一緒のことが多かったんで見てましたけど、やっぱりこのグリップ一つにしてもこの練習法にしてもなんか力はないって言ってましたけど、やっぱ当たりは熱いですよね。やっぱそこはやっぱり間近で見てすごいなと感じました。はい、ありがとうございます。本さんいかがですか。まあ、やっぱりその余計なものがないというか、無駄な動きもないし無駄なテイクバックの時間もないので、本当シンプルにテニスされてるんだなっていうのがよく分かりましたね。はい、ということで、朝越えプロと我々スタテに東レ PPO テニス盛り上げたいということで、ここでお知らせです。今年の東レパンパシフィックオープンテニスは9月23日から10月1日東京有明コロシアム有明テニスの森テニスコートで開催です。チケットの情報は番組概要欄をご覧ください。そして最終日には朝越しのぶさんがあのヒンギスと対戦するんですよね。これは必見です。 まだここでも言うもん緊張するから。でも我々はここが最大の見せ場なんじゃないかと。そうです。最高の試合をしたいと思います。そしてですね、徐々に出場選手発表されてきましたが、なんとあの全仏覇者でですね、まあ、あの世界ランキング1位、この収録時ではですね、はい、世界ランキング1位のシフィオンテクが、はい、すごい初出場ということで、まあ、ちょっと世界一のプレーが見れるというところですし、まあ、ガルシアだったり、まあ、ベリンダ・ベンチッチといったですね、まあ、トップ10、トップ10経験者の方々もいますし、なんかあの長いこと日本を牽引した土井美咲プロ、ここで引退ということで、予選のワイルドカードということなので、あ決まってるんですね、はいはい、そして先日ツアー優勝された日比野菜緒選手もワイルドカードが決まっているということなので、本戦からなるほど楽しみということなので、まあ、どの選手にも、まあ、ある意味 WTA500 のグレード魅力があるというか、でもいろいろなんかイベントもあって盛りだくさんで、はい、すごい楽しい、ね、はい、その1週間になるので、はい、ぜひ季節も、ね、いいしね、はい、そうですね、ちょっと秋いい季節で本当に、ね、ぜひ皆さん東レパンパシックオープンテニス、はい、有明コロシアムで開催されますので、ぜひチケットの方概要欄からチェックしてみてください。ということで、次回バックハンド編です。ありがとうございました。ありがとうございました。